皆さんこんにちは。道草散歩第29回はこの草を取り上げてみたいと思います。今街を歩くとですね、街というか野原の方を歩くとですね、至る所でこの草を見つけることができると思います。もう綿毛に包まれて、ススキの感じですが、綿で覆われたススキという印象でありました。私はこの草の名前が、知りませんでしたので調べてみますと、この草をチガヤと呼んでいるようです。チガヤの地は千のという意味で、千の蚊や稲の総称ですが、要するに千も群生している稲の一種ということだろうと思います。で、大変こう繁殖力のある雑草だそうで、地下茎で伸びていくようであります。ですから世界最強の雑草というような表現もあるようです。で、こういう綿毛の中にある、花穂、花の方ですが、これにはややほのかに甘みがあるようでありまして、昔は これを子供たちが楽しんだということのようであります。もともとこの草自体はサトウキビに近い種類だそうですので、そういうことなんだと思われます。野原歩くと こういう、綿毛に覆われた草が今一面に見えると思いますので、ちょっと止まって見ていただければと思います。ではまた。さよなら。